JFATV をご覧の皆様お集まりいただきましてありがとうございます本日これより東京オリンピックの登録メンバーおよび7月14日に京都で行われます MS&AD カップのメンバー発表会見を始めさせていただきます本日司会を務めさせていただきます日本サッカー協会の倉田と申しますよろしくお願いいたしますそれでは初めに登壇者をご紹介いたします日本サッカー協会女子委員長今井淳子です よろしくお願いいたしますなでしこジャパン監督高倉あ子ですよろしくお願いいたしますまず女子委員長今井より皆様にご挨拶申し上げます今井長よろしくお願いします本日はこの記者会見にお集まりいただきましてどうもありがとうございますまずはこのコロナ禍にあって本当に大変な中 最前線でご尽力いいいただいている皆様に心より感謝申し上げますまたあの、大変多くの方々のご協力によってここまであの代表チームの強化活動をしてくる重ねてくることができました、またこちらに関しましても本当に心から感謝申し上げます10年前の2011年、ワールドカップでなでしこジャパンが優勝し、日本の社会に本当に大きなポジティブなインパクトを残しました。 今回、東京で行われるこのオリンピックで、しっかりしたパフォーマンスを諦めない心、最後まで粘り強く戦う姿をお見せすることで、またこの日本社会にポジティブなインパクトをお伝えしたいと思います。また、そのことで、10年前のパフォーマンスを見て多くの選手が影響を受けたように、今、女子サッカーを頑張っている女の子たちに勇気を与え、 またより多くの,選手あの女の子たちに女子サッカーをやりたいまた女子サッカーをやらせたいというふうに思っていただけるようなそんな姿をぜひともお見せしたいと思いますそして9月には w リーグ女子サッカー初めてのプロリーグである w リーグが開幕しますその開幕に向けていい波が作れるようにそして w リーグの開幕と合わせて女子サッカーの本当に大きな大きな 発展の契機をここで作り出せるようにこのオリンピックを頑張ってまいりたいと思います7月21日東京オリンピックの開幕に先立って女子サッカーが先陣を切って戦い始めますぜひそのいい波を送れるようにまず頑張ってまいりたいと思いますのでぜひともよろしくお願いいたします今委員長ありがとうございました 続きまして高倉監督より皆様にご挨拶と続けましてメンバーを発表させていただきます高倉監督よろしくお願いいたします皆さんこんにちはなでしこジャパン監督の高倉ですまず最初にこれまで多くの強化キャンプ遠征を行っていく中でたくさんの選手たち素晴らしい選手たちをま選出し まあそこで選手を気持ちよく送ってくださったなでしこリーグ、まあ、9月からはウ e リーグのチームになりますけれどもそのチームの方々関係者の方々にお礼を申し上げたいと思いますありがとうございましたまた関係者の皆様のみならず、まあ、こその合宿に参加してくれたメンバー、まあこ 先日のキャンプには名前がなかなくこ,うこれまで残ってこれなかった選手であってもチームの選手たちとともにトレーニングをしたことによってどれだけ多くのなでし校のレベルアップのパワーになったかということは私自身感じているのでその努力をしてきた選手たちにもお礼を言いたいと思います。まあ、先日の合宿 親善試合、ウクライナ戦、メキシコ戦を戦う中でもういよいよオリンピックが1か月切ったということで、まあ、選手のパフォーマンスを用心深く見てまいりましたもう本当にすぐそこに試合はオリンピックの試合は迫ってきているので、まあ、選手のパフォーマンスコンディションもちろん心の中の あの様子と言いますかまあ全部は見えませんけれども私なりに選手のまあ強い思いなどをこう観察しながら本当にこうチームを作る上でのまあ総合的まあ複合的でありまあ得意性、特殊性まあそういったことを考える中での、まあ まあ矛盾と言いますか、こちらがよければ、まあ、こちらが立たないということであったり、まあ、サッカーのゲームの中でも起きる、まあ、混沌という中で、まあ、誰を選んでいけば、今、日本の女子サッカーが持ちるベストなチームを作れるかということを、本当に心を込めてあの選びました。に今朝まで、まあ、非常にこう 最後の1ピース、2ピースっていうところではあの悩みましたし正直悩みましたし、うんまあ、朝も、まあ、1時間ほど近所を散歩して本当に最後は、うん、このメンバーで行こうというふうに私自身は決心を固めてメンバーを選んできました、まあ、本当にあの選手個々の、まあ、日頃の努力や、うんまあ、プレーっていうのを 間近で見た中でどの選手も世界で戦っていけるという要素は持っていましたけれども、まあ、本当に総合的に見て18人の選手を選びました、えっと、それでは18人オリンピックで戦うメンバーを発表したいと思いますゴールキーパー1番池田咲子 18番、山下綾香ディフェンダー4番、熊谷沙紀2番、清水梨沙16番、宮川麻人5番、南萌香 17番、北村七海3番、宝田沙織ミッドフィールダー7番、中島恵美14番、長谷川結衣6番、杉田比奈 8番、三浦成美13番、塩越柚穂12番、遠藤淳フォワード9番、菅沢結花10番、岩渕真奈 11番、田中美奈15番、もみき優か、続いてバックアップメンバーを発表したいと思いますゴールキーパー22番、平尾千佳ディフェンダー19番、三宅詩織ミッドフィールダー 二十番林穂のか、二十一番木下桃香、以上になります。はい、高倉監督ありがとうございました。なお今後のトレーニングキャンプそして M S N D カップもこの二十二名で望む形となります。 それではここから代表質問に移りたいと思います、えー、それではご質問の方よろしくお願いいたしますはい、えー、代表質問を務めさせていただきます富士テレビの木村と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、先ほど高倉監督の、えー、お言葉で、えー、ベストメンバーというベストという言葉も出ましたが改めてこのメンバーで戦う、えー、東京五輪への自信お聞かせいただけますか まあ、チームを作ってきた中で本当にさまざまな選手のトライ私自身が日本の女子サッカーが進むべき方向性っていうものをもちろん選手とともに歩んできながら、まあ、トライもありエラーもありという中で、まあ、時間をかけてようやく選手自身が躍動し私自身の うん、目指していくサッカーということに関しても、まあ、いろんな意味で、まあ、歯車が合ってきたという,ふうなことを感じていますもちろん今の時点でベストな状況ということではなくもうオリンピックが始まる初戦から、まあ、決勝の第6戦目まで一、まあ、試合試合チームが成長する、まあ、それはプレーのみならず 選手自身のもちろん心の中も成長していく中で、まあ、金メダルを取りに行くチームが出来上がっていくんじゃないかというふうに私自身はあの確信していますあの僕もつい今しがたこのリスト見させていただいたんですけれども、このチームでキャプテンマークを巻く選手、改めて決まっていれば教えてくださいはい。はい ディフェンダーの、のずっとこ,うこのチームになってからキャプテンを任しています、バ、えー、イエル・ミューヘンの熊谷先にキャプテンを託そうと思っていますすありがとうございます改めてあのその大舞台でこの、えー、経験のある熊谷選手にキャプテンマークを託される意味、そして、まあ、期待すること、もう少し教えていただけますか。も、はい、もちろん、えー、彼女のの年齢もチームの中で まあ上になりますしそして何より2011年の優勝するメンバーの一人でもありますしまた海外で長くさまざ、あ、まな外国のプレーヤーとともに、まあ、本当にチャンピオンズリーグで連覇をするようなチームの中でレギュラーを張ってきた選手なので、まあ、とにかくあのメンタルが強いですし、まあ、なおかつこう人のことを聞く 人の意見を聞く耳を持った、あの本当にこう器の大きい選手であり人間だなというふうに感じているので、まあ、このチームのキャプテンは本当に先以外には考えられないというふうに改めてここ、最後のピースというところなんですけれども、まあ、先週、ウクライナとメキシコと試合もありました、そして今朝まで最後悩まれたということでしたけれども、少し具体的にどんなところ、一番最後まで悩まれたのか、教えてください。 うんまあ、6戦戦う中でもちろん予選リーグ3つと、まあ、決勝トーナメントに入ってからの3つっていう戦いを考えたときにポジション的な部分でのバランスがまず1つありますしまたあのビルを建てるのと一緒で、まあ、例えば1つのピースを変えたら 他もバランス的にはちょっと変わってくるという図があるので誰かと誰かを入れ替えれば済むという単純なことではなくてもしあの発想を変えて1人を変えるとまあそこに伴って1人2人っていうところがまあ果たしてこれでいいのだろうかっていうふうに考えがこうどんどん出てきてしまうのでまあそういったところで少し。 まあ少しというか大分あの考えをまあ、絞り出しましたはいありがとうございますあの一つ背番号の話なんですけれどもあのずっと10番をつけていたもみき選手ではなく岩渕選手が10番という発表がございましたこちら決めた経緯とまあご本人選手ご本人の意向もあったのかそのあたりお聞かせくださいはいまあ、代表の10番というのはまあ本当に ただの番号だといえばそれまでですが、まあ、やはりなでしこの象徴的な10番といえばやはり澤さんになってくると思うんですけれども、まあ、彼女の後で10番を背負う選手っていうのはやはり私の中でもとても重い意味があるというふうに感じていて、まあ、このチーム発足当時から、まあ、岩渕は まあそのの候補の1人ではありました,ただ、まあ、本当に選手、まあ、どの選手もそうですけれども、まあ、グラウンドのパフォーマンスのみならず、まあ、本当にチームを背負っていく顔になるって言った時には、まあ、岩渕選手の持っているパフォーマンスや、まあ、潜在能力含め 人間的にも10番を託すときは,はり成熟したときだなという,ふうに感じていたのでまあ意図的に、ちょっとあの8番という番号を背負ってもらいながら彼女の成長を待っている中でまあここ、しばらくのパフォーマンスやま彼女の,その合宿中の言動の中で強い自覚を感じたのでもう今、10番を託しても。 しっかり責任を果たしてくれるなということをかん感じていたので、まあ、この東京オリンピックという大きな舞台で、まあ、彼女が本当にチームの岸しみを背負って立つようぐらいの,あの規約で10番を背負ってあのグランドで躍動してくれることを強く期待しています改めまして最後の質問になります。 え初戦まであと1か月余りとなりました、本当に大切な一日一日になると思いますが、どんな1ヶ月思い描いてますか月、まあ本当にサッカーは集団で戦うスポーツなので、まあ、一人一人選手個々が、何か自分の勝手で、 はみ出してしまうとチームの輪が乱れるということも言えますし逆に、その飛び出しがチームを引っ張っていくという両方の側面があると思うんですけれども、まあ、選手には本当に伸び伸びと世界一のチャレンジをしてもらいながら、まあ、私自身はそのチームをとにかく同じ方向に向かせ 全員のパワーが同じ方向に向くように、まあ精一杯戦っていきたいと思います。ありがとうございます。質問は以上になります。はい、フジテレビ様ありがとうございました。え以上で東京オリンピックおよび M S 三でディカップに臨むなでしこジャパンのメンバー発表会見を終了いたしますが、最後に高倉監督より皆様にご挨拶させていただきます。監督よろしくお願いいたします。 はいまあ、本当にメンバーを、まあ、今朝、決断をして東京オリンピックという素晴らしい舞台に向かう覚悟は決まりました、うんまあ、今、世界の女子サッカーの流れといいますかやはり非常にレベルアップの速度は速いですし、まあ、スタイルとしては フィジカル的な要素をこう全面的に押し出してきているチームが多い中でやはり私たちは自分たちの武器で戦っていくということを忘れずにまた、2011年、12年、15年に世界のトップトップで結果を出してきた本当に素晴らしい奇跡のチームに追いつき そこを追い越せるように全員で一つになって戦っていきたいと思います。ぜひ皆さんの温かい熱い応援をよろしくお願いします。高倉監督ありがとうございました。えー、本日はご視聴いただきありがとうありがとうございました。以上をもちまして会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。